はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシェンです。この暑い夏というのはフラワースクールとかをこうお休みにしてしまうところとかも多いんですけれども、エルフラワーではこの夏はこう葉物とかのアレンジメントを中心にやっていきます。なので今日はね、そんな日持ちのする葉物のアレンジメントの、まあ、前回に続く第2弾をやってみたいと思います。では早速いってみましょう。はい、では早速始めていきます。まずは最初はこのドラセナですね。ドラセナからいきます。これはハワイアンフラグというドラセナで、ちょっとねこう日持ちがするドラセナですね。これもいつものようにこうちょっと色がね出てて、こう綺麗そうなところというのを長く取っておくんですが、こうまっすぐなところよりはこうカクッと曲がった方が面白いので、そこだけを残して、まあ、あとは、このように全部ばらしてしまいましょう。今回はある程度アレンジメントの大きさを、測るためにこの長く出すものから刺していきましょう。はい、次にこのブロンズリーブスを入れていきます。今回ブロンズリーブスは半面をカットします。はい、このように入りました。はい、次にこのロフォミルタスを入れていきます。これはブロンズリーブスと色が似てますよね。だからここの流れを掴んでいきます。まあ、前回もアンスだったんですけど、今回もアンスを入れていきます。この暑い夏はね、持つ花ってやっぱ少ないんですよね。でどうしてもなんかあの指が嫌だという方が多いので、ちょっと指じゃないものでやってみようかなと思ってます。はい、そして最後にこのベッチーズブルーを入れていきましょう。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。これが、まあ、Nフラワーの横型一点集中型というアレンジメントです。なかなかかっこいいですよね。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.